切手収集、切手収集、切手収集とは趣味の一つであり、競技の意味と抗議の意味に分かれる。競技には未使用、使用済み切手のみを収集すること。切手は国もしくは地域が公式に発行するものであり、発行の都度記録が残るので、その情報に基づいて作られたカタログを頼りに収集できる。イギリス王室によるコレクションや、著名人によるコレクションも知られ、 キング・オブ・ホビス、趣味の王様として知られている。収集や分類などに用いる、有種用品も多く開発されている。講義には郵便に関する広範囲な事物について、収集することを称する。講義については、特に有志と称する。世界最初の切手、イギリスのペニーブラックとニッペンスブルーが発行された直後から、その収集は始まったと言われる。この翌年、 1841年にロンドンのザ・タイムズが見に使用済み切手を自分の化粧室の壁紙にしたいが手持ちの1万6千枚ではとても足りないので提供を願いたいとの内容の広告が掲載された。これは切手収集なる行為を確認できる最古の事例とされる。これは切手そのものの希少性、絵柄などに着目する今日の一般的な意味での切手収集とは違うが、 初期の切手収集はこうしたものであった。その主な担い手は女性たちで、彼女たちは自宅の壁や天井を家具の装飾として貼り付けることを目的に切手を収集した。1842年のパンチ氏はそうした女性たちをビクトリア女王の首集め、世界最初の切手ペニー・ブラックの図柄がビクトリア女王の首から上の横顔の肖像だったことにちなんでの例えにける。 情熱には、首切りに血道を上げたヘンリーパスイも叶わぬと揶揄した。強敵な性格の切手収集が、主に男性たちによって始められたのは1850年代に、入ってからのこととされる。1860年代に入ると、ロンドン橋に近いバーチンレーン界隈に、老若男女が集まり、盛んに切手を交換し合う光景が見られたが、警察当局はこれを不審視し、監視下に置いた。 と言われているこの頃、切手収集家は、ティンブロマニアック、切手狂いと呼ばれていたが、かねてからこの名称を不快に感じていた。フランス人収集家ジョルジュエル・パンは1862年、ギリシャ語のフィロスとアペリアをつなぎ合わせた造語フィラタリー、優秀を考案した。これは日本語に直訳すれば、料金を徴収されないことを好むという意味になる。切手によって象徴される。 料金全能を軸とする近代郵便制度を支持し、そしてそれに使用される金券である切手を愛好、収集するという意味であると考えられる。日本においては、1957年にグリコが世界の切手をあなたにのキャッチフレーズで商品のおまけに国内外の切手を入れたことを端緒として、1950年代後半から1960年代頃に、 かけて切手ブーム起こった。当時は新しい切手の発売日には、郵便局に購入希望者が長蛇の列をなして並ぶ光景が見られた。現在は、多種多様なジャンルをテーマティックとして楽しむ、健全な趣味として定着していると思われる。また、かわい、グッズとして楽しむ傾向もある。日本切手の中では、1948年、昭和23年発行の五円切手、 未開り美人、菱川諸信がや、1949年、昭和24年発行の8円切手、月に、ガン、歌川広重がなどが価値あるものとして一般に知られいる。このため、記念切手が高価なものの代名詞であるかのように誤解されがちだが、実際には、記念切手はその性質から未使用で保存されている場合が多いため、希少性は、 不発行切手などの一部の切手を除いて高いとは言えない。基品の多くは発行回数が多いために編集などが生まれる可能性の高い普通切手であることが多い。日本における主要な切手収集、有種組織としては財団法人日本有種協会がある。印刷上、あるいは目打ち、デザイン等の問題のある切手は廃棄されることが原則であるが、 問題のある切手を完全に発見、廃棄することは不可能であり、それが出回った場合、エラー切手として陳徴される。有名なものとして、スウェーデンのサンシリング版この黄色、希望ミネのウッドブロックの色違い、日本のリュー500分リずり、アメリカの米国での俗称インバーテッドジェニーの直訳。日本の収集家からは、額面にちなりセントと呼ばれるのが、 普通、逆さずりの郵便飛行機の図柄などが挙げられる。消印、郵政では使用印と読むとは、切手が再使用されないように押された印のことを称する。本来は実用目的であったが、記念印のように、それ自体が記念の目的を持っている消印も存在する。消印は郵便局名や日付、時間帯などを表記しており、 手によって消し印される手応印と機械によってなされる、機械印に大別される。分類要素には、曲名や、日付、時間、その表示形式の違いや、消し印自体の形状、そして、それから類推しウール、その切手が貼られていた、郵便物の種別、形状など、様々な要素が加味される。消し印された切手が貼られたままの郵便物、封筒などを、をエンタイアという。 他の趣味品であれば、使用済み、すなわち消し印されたものの価値は、未使用状態のものに比べ著しく損なわれるが、切手の場合逆に価値を向上させ、未使用以上に高額で取引されることも稀ではない。切手には、手書きで消し印したものがあるが、これは、ペンキャンセルと呼ばれ、一般に敬遠される。また、英連邦諸国のように、切手と収入印象、 同様のものとして発行していた地域では、切手が収入因子として使用される場合があり、この際の決心は、レベニューキャンセルと呼ばれ、やはり郵便仕様のものに比べ低く評価される。切手の基本的な分類を行っている文献として、カタログというものがある。カタログには、切手の図版及び名称や発行日、デザインについての説明や、目打ち数に、半式や透かといった、 切手についての基礎的なデータに加え、評価が記載されている。評価は、市場での取引の実践に基づき定められる。ただし、これは、切手賞から購入する際の目安であって、一般的な切手の場合、売却する際は安くなる。また、平均的な状態の切手に対する評価であるので、状態の悪いものは安くなる。切手のカタログには、世界中の切手を扱った。 スコット、米国や、ギボンズ、イギリス、イベール、フランス、ミッヘル、ドイツなどのほか、特定の国や地域のみを扱った国別のカタログ、スイスのツームスタインカタログが、最も有名である、鉄道や、チェスなどというテーマ別のカタログが様々な出版社や、切手ーなどから発行されている。アメリカ合衆国郵便公社のように、郵政自らがカタログを作成する場合もある。 日本国内では桜日本切手カタログ、日本切手専門カタログといった日本及び関連地域を扱ったカタログのほか、アメリカやイギリス、ドイツ、中国など国内においてよく集められている国の外国切手カタログが数種類発行されている切手の収集方法には様々なものがあるが主なものとして書きが挙げられる一部の貴重な切手はその重量と 価格から世界で最も高価なものと考えることが可能である。希少性と価格は当然その収集家の数によって変わるため、たとえ世界に1枚しか存在しないと考えられるものでもその価格には大きな隔たりがある。世界に1枚しかない切手として、有名なものには1856年発行の営業ギアナイスセントマゼンタがある。同切手はあまりに高額なために、 カタログ上では値段が付けられない状態となっており、売買される場合には数億円で取引されている。2014年6月17日に行われたオークションにおいて948万ドル、当時のレートで約9億6700万円で落札された。切手収集家が存在するか、しないかによってその価格は大きく変化するため、一時的に大きな値上がりをすることもあるが、 ブームが沈静化すると価格は長期的に安定する。長期的な高等化などについては指揮者による沈静化などもあり、成功することは少ない。切手に類似するものとして、広告付き完成はがきであるエコーはがきや企業などの広告が入ったメータースタンプを収集している人もいる。前者は販売される地域や枚数が、 極めて限定されており、後者はメータースタンプを使用している企業からの郵便物を手に入れなければならないため、ある意味で入手が困難なものの一つであろう。日本における主な有種組織として、日本郵便文化振興機構、日本有種協会、全日本有種連合、有種振興協会、現行法人の成立順がある。各組織はそれぞれ特徴を生かし、 様々な角度から融資を進行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。